2017年7月ドラマ水曜日夜10時日本テレビ系列過保護の過保護史上最強の箱入り娘は家族の危機を救えるのか。公式サイトのイントロダクションによると、この物語は現代の日本が生んだ過保護の象徴のような女子大生過保護が主人公。何から何まで親の庇護のもとぬくぬくと生きてきた奇跡の純粋培養人間。就職間際の21歳にしてアルバイトもしたことがない。一人で服を選べない。送迎付きで駅まで歩いたことがない。そんなないない尽くしの過保護がついに公金のビニールハウスから雑菌まみれの世の中に飛び込んでゆく。そして一人の青年に告げられる。お前みたいな過保護が日本をダメにするんだ。過保護の自分探しが始まり、毎回こんなの初めてな経験を通して自分の中に眠っていた本当の力が家族の問題を次々と解決していく痛快ホームドラマ。うん。で、脚本はね、湯川和彦。まあ、日本テレビではね、あの女王の教室や家政婦の見たという大ヒット作をはじめ、2015年にも〇〇妻に偽装の夫婦と数々の話題作を生み出してきただけに期待大。ね。それからね、両親からの溺愛を受け大切に育てられた根本家の一人娘。世の中の悪意を知らず、性善説を信じて疑わない天使のような笑顔が特徴で、周囲もメロメロになってしまう。根本かほこを演じるのは、昨年2016年4月から9月の NHK 連続テレビ小説トト姉ちゃん以来の連ドラレギュラーで、民放では初主演となる高畑充希。うん。ちなみにプロデューサーはね、高畑充希の起用理由に関して、この過保護の過保護という企画を思いついた時、脚本家の湯川さんと今日本で一番芝居の上手い若手女優さんとやろうと決めました。それが高畑充希さんだった。高畑さんが出演してくれなかったらこの企画はやめてたと思うとコメント。うん。そしてそんな過保護を取り巻く登場人物とキャスティング。まず過保護の母根本泉に黒木ひとみ。娘以外に関心がなく生活は過保護中心、することすべてが娘の幸せだと信じている。同じく過保護の父根本正隆に時藤三郎。生命保険会社勤務。娘のことを思いながらも厳しくできず後ろめたさを感じる。そして泉の母で過保護の祖母並木初代に三田佳子。同じく泉の父で過保護の祖父並木福士に西岡徳馬。続いて泉の妹で並木家の次女玉木に中島ひろ子。その夫守に佐藤二郎。同じく泉の妹で並木家の三女節に西尾まり。その夫厚志に宿川アトム。さらに二人の娘糸には久保田左右。一方正隆の母で加保子の祖母根本多江に梅沢雅代。同じく正隆の父で加保子の祖父根本正興に平泉聖。続いて正隆の妹で根本家の長女のり子には浜田麻里。そしてそして加保子と同じ大学に通う画家志望の麦のはじめに竹内涼真。親に捨てられ養護施設で育ち、アルバイトを掛け持ちして学費を稼いでいる。そのためか過保護すぎる環境下で育てられた加保子に辛辣な言葉を投げかける。まあなかなかにね、コメディーもしっかりとこなせる芸達者ばっかり。うん。で、ちなみに第1話ではね、泉の実家で親戚一同が会する加保子の誕生会が開かれる。自分たちの教育方針を疑わず、加保子に甘やかしの愛情だけを注いできたぬるい大人たちが集まる中、加保子のいとこで高校生の糸だけは類まれなチェロの才能に恵まれ、プロのチェリストになる夢に邁進していた。自分には自慢できるものがない加保子は、そんな糸をどこか羨ましく、泉は面白くなく思う。さらに正隆のコネで入社できると思っていた会社からも不採用を言い渡されてしまった加保子は、
泉から就職せずに花嫁修行をすればいいと言われ、あっさり就活をやめてしまう。ということで、何はともあれ、過保護の過保護、楽しみにしたいと思いますね。はい。